皆さんこんにちは、チャッキーです。今回はね、先日漬けましたね、西京漬け、信州サーモンがね美味しそうにも味噌漬けにできましたんで、そちらをねご家庭でもふっくら美味しくねジューシーに焼き上げる方法をね紹介したいと思います。はーい、これね、これ美味しそうに使ってまーす。もう味噌しか見えんから何かわからんけどね、オーブンやグリルを使ってね焼いても構わないんですが、ご家庭ではないところもありますんで、今回はフライパンを使ってね焼き上げていきますんで、作ってみてください。簡単で美味しい西京漬けの作り方はね以前紹介してますんで、説明欄下のリンクに貼っときますんで、是非見てください。それでは一緒に作りましょう。はい、こちらね味噌床にしっかり漬け込んだねサーモンの西京漬け、こんな感じでしっかり美味しそうに使ってます。まずはねこの味噌から取り出してください。今回はね丸々3日間漬け込みました。はい、こちらねお味噌にしっかり漬けたサーモン、まずはねしっかり表面のお味噌をねこう落としてください。あとはね表面のこのお味噌をキッチンペーパーなんかでね拭き取っていただいても構いませんし、さっと水を洗いしてね洗い流しても構いません。こちらね表面をさっと洗い流してお味噌を落とした味噌漬けのお魚ね、そうしましたらキッチンペーパーなんかで軽く表面の水分を拭き取ってください。はい、こんな感じでねちょっと押さえつけて水分をしっかり拭き取ります。もうここまでできたらあとはねフライパンでこんがり焼いていくだけなんでね、美味しくジューシーに焼ける焼き方を紹介していきますね。はい、こちらのね西京漬けにしたねお魚、もう非常にね焦げやすいです。焼く時はね火加減に気をつけないと一気に焦げちゃってね、もう中は生なんていうことがよくあるのでね、今回はもうコツとポイントを交えながら紹介していきます。まずはねフライパン用意してください。そうしましたらねこういうクッキングシートか、クッキングシートを引いてください。フライパン直に油を塗って焼いていただいても構わないんですが、このお魚から出てくるね油だけでいきたいんでクッキングシートを引きます。そしてねこのお魚のこの皮目、まずは皮目をカリッと焼きたいので、フライパンにね皮目がひっつくように置いてください。こんな感じですね。皮目をねピタッとひっつける感じで大丈夫です。そして並べとこうか。ほい、この状態で気をつけてください。火力はね中火から弱火ぐらいの火力で、まずはそれぐらいの火力で皮目がねカリッとパリッとなるまでねじっくり焼いていきます。こちら皮目の方をねじっくり焼いておくとねこのお魚の脂がにじみ出てきますんでね、まずはこの状態でパリパリになるまでねじっくりと焼いてください。はい、皮の方がねいい感じに焼けてきましたら、盛り付けた時に表にできる面をねこんな感じでフライパンにひっつけてください。そうしましたら火力をね少し弱めてください。その状態で色よくね香ばしそうな感じのね綺麗な焼き色がつくまでじっくりと焼いていきます。この時ね時々こうひっくり返して焼き色を確認してくださいね。非常に焦げやすいので火力はもう弱火ぐらいの火力で行ってください。はい、弱めの火力でねじっくり焼きましたらね、まあだいたい5分ぐらいですかね。あ、こんな感じ。そしたらね次は裏返してください。あとはこの状態でね弱火でじっくり焼いていきます。はい、裏面も軽くね3分ぐらい焼いたらもうね OK なんで盛り付けていきたいと思います。はい、こんな感じでねお野菜なんかと一緒に盛り付けたら自家製西京焼きの完成です。はい、そしてこちらがねIH のグリルでね焼き上げたバージョンです。まあ、IH で焼く場合はもう超簡単です。高火力で一気にね 6,7 分で焼き上げてください。そうするとふっくらジューシーに焼き上がります。それでは今日もいただきます。おいしい。柔らかい、ジューシーだわ。皮もパリッパリに焼けてね、めちゃくちゃおいしいです。最高。このね、西京漬け、味噌漬けにしたねお魚っていうのはね、もう焼くと非常に焦げやすくてね、めちゃくちゃ難しいんですけど、フライパンでね、もう弱い火でじっくりとね、焼き色をつけながら焼いていただけたらね、ふっくらジューシーに仕上がります。もちろんね、この IH のねグリルみたいなのがあるとね、もうセンサーが感知してくれていい感じにね焼き上げてくれるんで、そういう場合はね結構高火力で一気に焼き上げるとね、ふっくらジューシーに仕上がりますんで、めちゃくちゃ美味しい西京漬けね、ぜひご家庭でも作って晩ご飯のおかずにいかがでしょうか。ということで今回はね、フライパンでも簡単にふっくら美味しく焼き上げるね西京焼きの焼き方を紹介させていただきました。最後までご視聴ありがとうございます。また次回もよろしくお願いします。